本当に一生懸命に今ある一瞬のプレー、一つ一つのプレーを大事にしてますよね。チーソヨンが来た、前チーソヨンがここで上げて、先制はアイナック神戸レオネッサ。チーソヨン、あの固いイングランドのディフェンスラインを個人技で積んざいてまいりました。いやー、北澤さん、代表チームよりクラブチームの方が強いという側面が出ましたね。もろに出たシーンでしたね。パスも狙ったんですけども、ダメならば自分で行ったねみたいな感じですけどね。今得点のシーンが国立競技場のオーロラビジョンに映し出されました。パーってこんな抜け方、多分ヨーロッパではそういないと思うんですよね。ひときわ大きな拍手がまた送られました。北澤さん、うますぎますよ ね、はい、ね、やっぱり日本の良さ、アジアの良さですよね。いや、もう本当に素晴らしいですね、はい、あのゴール前テクニックと冷静さと、そして最後のフィニッシュまで。